よし。はい、どうも皆さん、こんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、動物の森あります。いや、僕ね、小学校の頃から動物の森好きでね、おいでよだったかな。DS でよくやってたんですよ、友達と一緒にね、通信とか。アプリで寝たということで、やっていきたいと思います。一応昨日ダウンロードだけはしといたんで、これでできるはず。いきます。よいしょ。ポケモリ。お、ニンテンドー。まあ、これね、ゲーム実況チャンネルでやろうかなと思ったんだけど、ゲーム実況チャンネルほとんど機能してないからさ。とりあえずサブチャンで行きます。読み込み長いな。いやー、動物の森ねー。好きだったねー。あれ？通信エラー？ちょっと頑張れ。お、来ました。はじめに、住んでいる国日本。日本です。はい。で、同意する。通知 OK。お、来ましたね。動物の森。ポケットキャンプ。タップして始める。そう、キャンプらしいんですよね、これ。ん？このアプリは基本無料で遊べます。リーフチケットは有料で。ああ、アプリ内課金があるってことね。はじめから遊ぶ。オートセーブ。ああ、ありがたいね。いやー、久しぶりだなー。なんか、キャラとかいんのかな？なんか昔、青いね、なんつったかな？なんか猫が好きだったんだよね。ああ、来たー。なんだっけ、これ。なんだっけ、これ、トタケ系だったっけ？懐かしいな。いや、動物の森へようこそ。突然だけど、今の君はどんな気分？一番近いのはどれかな？あー、これあれだよ。あの質問によってなんか顔とか変わるんだよね。自然に触れたい。遠くに行きたい。のんびり過ごしたい。全部だな。もう、田舎帰りたい。遠くに行きたい。のんびりもうだらだら過ごしたい。まあでも一番は、京都に来るとね、やっぱ、都会だからね、自然がないんだよね。自然かな？自然に触れたい。そうか。普段は賑やかなところに住んでるのかな？そうそう、そうなんですよ。観光地だからね。ここは、そんな君にぴったりな場所かもしれないな。へぇ。思い切り走り回りながら、木や海の匂いをたっぷり味わえるからね。あ、いいね。いや、僕ね、山育ちだったんで、海の匂いとかわかんないんですよ。うん。いや、いいね。海の匂い。木の匂いもいいけどね。あ、引き止めてごめんよ。そろそろ出発するかい？はい。それじゃあ、またどこかで。あー、トタケ系。懐かしいね。昔、確かオイデオの時は、なんか、ハトのマスターがいるコーヒー屋さん。あそこでね、歌ってたんですよね、夜ね。いや、懐かしいね。あの、ハトがやってるコーヒー屋さんよかったな。よくコーヒー飲んでたわ。あの頃は全然ね、コーヒーなんか飲めなかったけど。キャラクター作成。あなたの分身となるキャラクターを作ります。髪型、顔、色を選んでください。見た目は後からでも変更できます。あ、変更できるんだ。男の子。髪型は、なんか、2ブロックの、なんか、トゲトゲ。2ブロックなんてのはねえか。あ、あるな。あるけど、ちょっと違うな。これ、タラちゃんみたいな。これ、右下はちょっと違うな。あ、次へとかあんの？あー、ダメか。これだけなのか。一番近いのって言ったら、まあ、これかな。なんか違うな。タラちゃんじゃないけど、なんかサブちゃんみたいになってる。まあ、とりあえずこれでいいか。うん、これでいこう。目はね、あー、なんかぽい。カズマックスっぽい。あー、これっぽいな。あ、これ近いんじゃない？眉毛なしは怖いだろ。あー、これだね。これだわ。髪の色はね、これなんか母親譲りでね、ちょっと微妙に茶色いんだよね、本当はね。こうやってジェルで固めてるから、あれだけど。本来はちょっと焦げ茶な感じ。なんか違う。まあ、これかな。完全なね、黒じゃないんだよね。で、目の色は黒だね。肌の色、結構白いんだよ、俺。色白って言われる。これで OK。カズマックスかな？わかんないけど、ちょっとまあ、後からでも変更できるからね。まあ、とりあえず、はいで。あー、いいじゃん、かわいいじゃん。いや、縦長の、なんか、動物の森って不思議な感じですね。なんか、前は確か、あれだよね。美容院で、確か見た目を変更できるんだよね。お、今、一瞬映った。おー！
わあ懐かしい。あこの木とかめっちゃね、なんかトゲトゲ、お、静江さんがいた。トゲトゲの木となんかこう丸い木があって、なんかフルーツとかさ取れるんだよね。え何 MVP とか書いてあった今。プレイヤーはタップしたところに向かって歩き出します。ああなるほどね。はいはいはい。タップしたまま指を動かす。はいはいはい、わかりました。はあ、ははあ、了解しました。わあ静江さん、てか結構綺麗だね。 MVP っていう、なんだこれ。何もまだしてないけど、ああ結構動かしやすいし、うん、なんかおーいいじゃんいいじゃん。静江に話しかけてみよう。すいませんでした。すいません。はい、じゃあ静江さんよろしくお願いします。こんにちは、ようこそキャンプ場へ。新しい管理人さんですよね。はい、そうです。お待ちしてました。念のためお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。プレイヤーキャラクターの名前、性別、外見は他のプレイヤーに見られる可能性がありますのでご注意ください。あ、そう、通信できるらしいんですよね。さっきでね、後でなんか貼ろうと思うんですけど、そう、僕のね友達にもしよろしければ皆さんぜひ。何人かまでとか決まってるのかな。まあ、とりあえず見られて恥ずかしくないのにしろということを言うわけですね。まあカズマックスでしょ。ちょっと恥ずかしいけどね。はい、カズマックス。カズマックスさんでよろしいですか。はい、合ってるよ。はい、カズマックスさん、今日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。私、ご案内させていただくしずえと言います。はい、このキャンプ場はテントや持ち込み家具を自由に置いて、のんびり過ごせる場所なんです。ただ全然手が回らなくて、今はご覧の通り何もない状態なんですと。ぜひカズマックスさんの力でたくさんのゲストが集まる素敵なキャンプ場にしてもらえませんかと。まあ、今まっさらな状態で、そこから、まあ、どんどん僕がねこう作っていくわけですよ。あ、いいね、任せてよ、頑張ってみます。うん、任せてよ。ありがとうございます。カズマックスさん来てくださって本当に良かったです。いいやいいや。では早速ゲストを呼ぶ準備をしましょうか。カズマックスさんはここをどんなテーマのキャンプ場にしてみたいですか。どんなテーマ、ナチュラル、ファンシー、スポーティー、クール。ナチュラルでしょ、やっぱナチュラルでしょ、自然がやっぱ一番ですよ。どのテーマを選んでもゲームを進めていくと全てのアイテムが手に入ります。あー、多分これおそらく初期の段階をまあ決めるんだろうね。結局まあある程度、進めていけば全部手に入るけど、最初どっから始めるかってことだね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど。最初の方針がナチュラルで、あ、キャラメルとかいたね。なんかいたわ、こいついたわ、このワンコ。なるほど、そういうテーマがお好きなんですね。それじゃあ私、そのテーマに合った家具を頑張って用意してみます。しずえさんかわいい。家具はたくさんあった方がいいので、カズマックスさんは家具を作る材料を集めてきてもらえませんか。近くのレジャースポットに誰かがいると思うのでお手伝いをしてあげてくださいと。ほうほう、きっとお礼に家具の材料をくれると思いますよ。あ、まあおいでよの頃と一緒だよね。まあ村人っていうか、まあキャンプ場の人のね、依頼を受けて、その報酬としていろいろもらうということですね。まずはマップを開いて、わさわさの森、なんだそりゃ。わさわさの森に行ってみてくださいね。レベルとかあるの、なんだこれ。レベル2、これなんだ、真ん中のお金マークわかんないけど、まあ一番右が普通のお金だよね。0円無一文ですか。初期なんか、初期のあれとかないんですか。んマップ、あ、キャラメルさんのマークが出てますけど、タッチするの。出発、わさわさの森、森で森林浴です。自然をいっぱい感じると癒されますね。欲しいもの、リンゴ、お礼の品、お礼の品出てこない。じゃあ出発しようか。虫を取ろう。虫取りはタイミングが大事。はんはんはん、なんか説明が間出てくるわけね、読み込み中。お願いを叶えよう、頼み事をしたい、動物がいるみたい、話しかけてどんなお願いなのか聞いてみよう。お願いを叶えるとお礼をくれるよ。何度もお願いを叶えて仲良くなると何かいいことがあるかも。
時間が経つと動物たちは入れ替わってしまうから早めにお願いを叶えよう。了解しました。キャラメルさん懐かしいですね。どうもこんにちは、カズマックスです。キャラメルって言います。お会いするのは初めてですね。あなたのお名前はカズマックスさんとおっしゃるんですね。そうです、カズマックスです。私カズマックス。どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。ここでお会いしたのもご縁ですし、仲良くしてください。ワン、あ、そう、語尾にね、なんか口癖がつくんだよね、それぞれね。お、ハート1個溜まった。ハートゲットした。ところでカズマックスさんは何をしにこちらへ？キャンプ場をまあ作りに来ました。あ、ごめんなさい、通知がごめんなさい、ツイッターの通知が来ちゃいました。私は、フルーツをいっぱい集めようと思ってここへ来てるんですと。何か手伝う？まあご親切にありがとうございます。ではリンゴを一つ取ってきていただけますか？了解しました、任せてください。フルーツを拾ってみよう。あったあった、あ、これあるんだ。うわ、なんか昔と一緒って嬉しいよね。フルーツになっている木をタップして揺らしてみよう。了解、リンゴの木を探しましょう。あ、こっちに行くと移動しちゃうんだ。こっちか、こっちの方で探せと。あー、桃とかあんじゃん。え、取れないの？えい、あ、桃も取れるね。あ、じゃあちょっと集めておこうよ。よいしょ。あ、なんか時間が出てる。3時間で回復すんだ。回復っていうかさあ、なるほどね。これなんだ、何これ、このクローバーみたいなの何感じないの？前はね、スコップで掘り返して化石取ったりとかいろいろあったんだけど。梨。青いな。なんだこれ、すっげえ色してる。大丈夫ですかこれ。なんかゼリーみたいな色してますけど。ジョウロとかもらえない？もらえないか。あ、オレンジも。もう片っ端からもらっておこうよ。もらえるでしょこれ。もう先にね、最初のうちにこういうの集めておいて、まあ後で楽するわけですよ。売っ払うわけですよこれを。さくらんぼ、さくらんぼ、もう全部取っちゃおう。で最後リンゴ、よし、リンゴ、はい、回収と。じゃあキャラメルさんに渡しましょう。お願いしていたもの持ってきてくださったんですか？これどうぞ、あげる。ありがとうございます。いえいえ、お願いクリア。今お使いをどんどんいろいろやっていくってことね。前はなんかお手紙届けるとかね、あったけど。お礼の品100ベル、ふわふわの元。なんだそりゃ、ふわふわの元。なんか服とか作るのかな。100ベル、あ、お金はベルなんだねやっぱりね。懐かしいね。皆さんやってました？おいでよとか。手伝っていただけてとっても助かりましたわ。お礼にお渡ししたふわふわの元は、あ、家具を作るための材料になるものですと。家具の職人さんに頼んで素敵な家具を作ってもらってください。了解しました。あ、またハート増えた。あ、半分か。あの、ついでと言ってはなんですが、もう一つよろしいでしょうか？何ですか？さくらんぼ、桃、オレンジを一つずつ取ってきていただきたいんです。おい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 、味を占めたなこいつ。最初に言えよ。じゃあよろしくお願いいたしますわん。まあそう言うだろうと思って集めてきましたよ。はい、これどうぞ、あげる。準備がいいんですよ。ありがとうございます。いいえ、とっても美味しそうなフルーツ、もうこのままいただいちゃいます。一緒に食べていきませんかワン。一緒に食べられるの。お、なんだ。めっちゃ喜んでる。取ってきたフルーツをキャラメルと一緒に食べた。新鮮天然丸かじり、お願いクリア。めっちゃ喜んでますけど。あ、300ベルゲットした。ふわふわの元とおまけもついてきた。いやー、いいね、なんか懐かしいわ。縦長っていうのがすごい本当不思議な感じだけどね。本
当にありがとうございました。おお、やったハートゲット、仲良しプレゼント。あ、はあはあ、ハートが増えるとそのボーナスもあるわけね。お金とナチュラルの素、カチカチの素、これも家具なのかな。多分材料をほんといろいろ集めて家具とか作るんだろうね、キャンプ場の設備とか。それにしても旅の中で誰かと出会うって本当に素敵な体験ですね。これからも仲良くしてください、してくださいワン、よろしくお願いします。そろそろキャンプ場に戻ろうかな。木漏れ日広場にはいろんなお店が代わり番号でやってくるよ。あ、これエイブルシスターズじゃない。うわ、懐かしいな。これなんだっけ、このひねおさんだっけ、なんだっけな、なんかね、ちょっとシャイなお姉さんがね、可愛いんだよね元気な妹もいいんだけどね、いや、 やっぱね、シャイなお姉さんが好きだな俺はあ、なんか変なのいる。どうも、しずちゃんがあなたのこと待ってたみたいよ。あ、先にね、先に分かりました。先にじゃあしずちゃんのところへ。どうも、カズマックスさん、お帰りなさい。ただいま。お待たせしてしまいましたが、準備が整いました。素晴らしいです、よかったです。家具は改造さんとリサさんにお願いして持ってきてもらったんです。へー、改造さんとリサさん、お、青が改造さんで、あ、お二人ご夫婦、家具のクラフト工房 R パーカーズでいいのかな、を営んでらっしゃるんですよ。家具屋さん、あ、この人たちがじゃあもう要になってくるわけね。どうぞよろしくね。あら、あなた家具を声が気持ち悪い、ごめん、直すわ。あら、あなた家具を作る材料を持ってるのね。ねえダーリン、何か作ってあげたらどう。おっしゃ、じゃあ作ってやるか。うちの店のカタログ、クラフトカタログの中から好きな家具を選んでくれ。はあはあ、クラフト、お、クラフトできる家具、はい、500円持ってる、あ、600円持ってる、カントリーなソファー、あー、あったね、こんなのもね。え、この動物のために作ってみよう。え、キャラメルさんのために作んの、俺のはまず俺のは、ないの、誰で注文、ほんじゃ作ってくるぜ、楽しみに待っててくれよな。さすがは改造さん、早速車の中で家具を作ってくれるみたいですね。家具車の中で作っちゃうの。普通は完成までに時間がかかるんですが、リーフチケットを使うことで超特急で作業してもらえるんですよ。それ無理させないですか大丈夫ですか、改造さんの体力大丈夫ですか。私のリーフチケットをお渡ししますので試しにお願いしてみましょう。ファストパス的なクラフト、これか、あ、これか、リーフチケット1枚でこのアイテムをすぐに完成させますか。すいません、改造さん、ちょっと申し訳ないですけど、ね、お願いします。あ、これがリーフチケットね、真ん中の、はいはい、このハマークのね、これが、あ、完成、もうできたの。すいません、ちょっとせかしてしまって、この人がどうしてもというのでよっしゃ、完成したぜ。カントリーのソファー L、 いいじゃんいいじゃんいいじゃん、どうだ、いい感じだろ、大事にしてくれよな。了解、じゃあしずちゃん、私たちはそろそろ帰るわね。カズマックスさん、また家具を作りたくなったらクラフトから注文してちょうだいね。わかりました、これからは電話一本でどこからでも注文できるわよ。電話一本、テントみたいな大きいものを作りたいときもクラフトから注文してちょうだい。でもほんとクラフトを中心にまあやっていく感じになるのかな。あの材料からこんな素敵な家具が作れるなんて、改造さんはすごい職人さんですね。その家具、今のキャンプ場に似合うかも、うん、初めて見る顔なんですけど、このしずえさんの顔ちょっとあんま可愛くないな。その家具、今のキャンプ場に似合うかも、あー、これ読んだか、早速置いてみませんか。うん、模様替えをしよう。家具をこうしておきたいのを選びましょう。
今まで部屋の中だったのが、まあ、屋外になったわけですね。うんうん、了解。てか雨とか降らないの？これ大丈夫なの？こういう量は降ってたけどね。ああ、ここが僕が使えるスペースってことですか？家具を置く。カントリーなソファー。あ、結構いろいろ持ってんだ。置く。おお、置けた。保存する。はい。ああ、ソファー増えてる。わあ、ぴったりハマりましたね。めっちゃ喜んでる。あ、肝心なことを忘れてました。テントの設置がまだでした。キャンプですからね。テント欲しいね。はじめのテントを置いてみてもらえますか？はじめのテント、持ってんのかな？テント、これだね。オブジェを置く。オブジェなんだ。レベル1、テント。おー！いいね。いいね、いいね。こんなテント欲しいね。うん。なかなか、いい感じじゃないですか？あー、いいじゃん。で、これで格段に素敵なキャンプ場になりましたね。この辺多分チュートリアルだね、まだね。しばらくとりあえず。うん。こんな素敵なキャンプ場なら、誰か気に入ってくれるかも。どなたか招待してみませんか？動物？あー、キャラメルさんに来てもらうと。キャンプ場にお迎えする。あー、来てくれた。あー、いらっしゃい。キャラメルさん。ここが、あー、喜んでる。ここが僕のキャンプ場です。いかがですか？カントリーなソファー。これはハンモックかな？めっちゃエンジョイされてますが、これでまあ有効度的なのは上げていくのかな。カズマックさんのキャンプ場、あちこちにこだわりが見られてとっても素敵だと思います。ありがとうございます。僕も嬉しいです。やったー、キャンラメルがキャンプ場に遊びに来るようになったよ。めっちゃ喜んでる。皆さんがこうやってキャンプ場に集まってくると賑やかになっていってとても楽しくなっちゃいますね。うん、そうですね、まあ、たくさん呼びましょう。あの猫を呼びたいな。犬も好きだけどね、猫が欲しいです。やりましたね。カズマックスさんのおかげでゲストの方が来てくれました。この調子でたくさんの方が集まる素敵なキャンプ場を目指してくださいね。頑張ります、頑張ります。ありがとうございます。これは私からプレゼントです。何ですか、クマさん、かわいいね。アウトドア初心者セットベルヒルムさん、ありがとうございます。アウトドア初心者セットです、この地域にはいくつかのレジャースポットがありますので、この後回ってみてくださいね。ああ、いろいろ回れるんだね。ここだけじゃないんだね。ああ、よかったよかった。意外に狭いなと思ったのよ。結構マップはあるんだね。先ほどお渡しした初心者セットがきっとお役に立ちますよ。なんか今回の静江さん表情豊かですよね。瀬戸さんが喜びそうな。では私はそろそろ失礼いたします。ありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。ありがとう。あ、ブーケ、そう、ブーケがね、俺好きだったんすよ。あ、かわいいね。新しい動物がレジャースポットに遊びに来るようになりました。はははあ、アポロンも覚えてるよ。リッキーは知らん、ズバクロも知らん。新しいアイテムが作れるようになりました。あ、増えたんですね。行ける場所が増えました。あ、結構マップ広いじゃん。このあちこちからじゃあ呼ぶわけね、お友達を。いや、いいね、なんか楽しくなってきた。データダウンロード、じゃあまずブーケを呼びたいな。ブーケのいるとこに行きたいんだけど、なんか矢印出てる。海に行かなきゃいけないの、ビーチ。これ誰だっけ、これ。忘れた。ブーケは、ブーケ行けないんだけど、タッチできない。なんかよくわかんない、これ。リッキーだって。海でのんびりと釣りを楽しんじゃうよ。欲しいもの、魚かな、これ。出発。はい。釣り竿もらえんのかな。気になる家具があったら、改造さんにクラフト中。リッキー？リッキーなの、最初。まだチュートリアルの途中なのかな、一応、とりあえずは。結構長いね。今、いろんな、たくさんの方が、動物の森やってんだろうな。動物の森なんてね、もう、
他に、あれ、魚がいる。タップして浮きを投げてみよう。お前どっから釣り竿出した？そんなん手に入れてたっけ？数ミリもタップすると浮きを投げます。魚の目の前を狙って投げてみよう。魚が食いつくとマークが出るよ。ほんほんほん。えい、タップ。なんかめっちゃ簡単やん。アジゲット。はあ、あ、こんな感じなんだ。あ、てかなんかリキいた。リキいたけど、ちょっと魚釣っていい？魚。初期装備なんだね、釣り竿は。お前結構手に入れるのに苦労した気がしたけど。アジか。アジか、全部アジか。他にいないの？あー、貝殻ゲット。ホラ貝の貝殻。リキがこっちを見ている。こっちを見ているけど、ちょっと待っててね。今釣りたいからさ。よし、来た。またアジ？アジ、アジ美味しいけどさ、まあ、アジフライとか、まあ、いけるけどさ。え、誰これ？誰これ？めぐみさんと何をしよう？あなた誰ですか？あなた誰？え？誰？バザーの品を見せて、フルーツや魚などは？バザーで売ることができるよ。あ、買い取ってもらうっていうよりはバザーで売るんだ。システムが違うんだね。たぬきちさんのスーパーとかないんだ。売りたいアイテムを選んで、数と金額を決めて出品しよう。あ、自分で、あ、値段決められるんだ。出品したアイテムは他のプレイヤーが買ってくれるよ。なんか、え？バザーの商品の中に人がいますけど。これは一体。自分が買いたいときは、他のプレイヤーに話しかけてバザーを見せてもらおう。このめぐみさんっていうのは本当の人なのかな？これチュートリアルの中の人なのかな？何これ？メバル？6匹で120円？安っ。あ、品切れ。なんか会話とかできないの？あとなんか、何これ？設営チャレンジ。あ、バザーで出品されてるアイテムを買ったから、なんかゲットした。缶詰かな、これ。てか、ちょっと待って、みんなをさ、友達登録したいんだけど、なんか出てこないの、それ。なんかない？みんなと、あ、フレンドと楽しもう。あ、自分の ID を教える。これか。これか？カズマックス。ID。この ID をコピー。とりあえずスクショ取っときます。で、ID をコピー。もしとこう。よし。あ、Twitter でもできんの？フォロワーさんの中から、Twitter と連携してる人探してるってことか。はあ、自動で探してくれるんだ。ちょっとありがたいことにね、フォロワーさん多いから、何人いたっけ？何千人だからさ、3000人だっけ？ちょっと、この中から選ぶのきついな。とりあえずじゃあまあ戻ろうか。じゃあぜひ今、表示したのと、あとツイッターでもね、ツイートしておきますので、ぜひ皆さん、よろしければ友達登録よろしくお願いします。あ、宅配ポストここにあった。やっぱ読み込み長いね。初期だから。すべて受け取る。もぐもぐのもと、リーフチケット3つ。リトライ。そうだね、結構サーバー重いんだろうな。まあ多分いろんな YouTuber さんがね、こういう動画上げてるよね。動物の森だからね。もうこれ以外ないってくらいの健全なゲームですからね。あと僕の知ってるので言うと牧場物語くらい。魚ずっといてくれてるね。ありがとう。釣ってあげよう。タップ。またアジか。またアジかよ。あ、今、なんだっけ、めぐみさんが拍手してくれてた。いろんな種類のトアミを使って、魚をまとめて取ることができます。そんなのあんの？トアミを一つ使います。おー、なんか大物もいた。あ、いっぱい取れた。あ、イカがいる。ホタテもいる。あとはアジかな、これ。あとフグ。フグかな。はい。大量です。取れました。開けねえな。とりあえず、じゃあ、あ、いたいた。また魚が欲しいんだね。
わあ、君のキャンピングカーピカピカでかっこいいね。僕はリッキーだよ。この辺りをキャンプしながら旅してるんだ、デシュ。あざと。あざといわ、お前。わからないことがあったら、旅の先輩の僕に気軽に声をかけてね。わかりました。まあでも可愛いね。あ、もしかして早速僕に泳ぐあったりする？魚の欲しいらしいからさ。おしゃべりしよう。これどうぞ。おしゃべりする？とわみって知ってる？あー、さっき使ったよ。桟橋で使うと魚がいっぱい取れるんだって。うふふ、魚がいっぱい。ダメ、こういうのはね、笑っちゃダメなんですよ。ゲーム実況はね、初心者だから。ごめんね。魚がいっぱい、お腹パンパンになっちゃうよ。あ、ハート増えた。あ、カズマックスくん、僕に会いに来てくれたの？でしょ。よかったらこれ。魚をどうぞ。クマさんなんだね、常にね。プレゼントは。わー、譲ってくれるの？君って太っ腹だな。お願いクリア。お願いされたっけ。お礼の品。キーの元、ペラペラの元。いろいろあるんだね。僕のこと助けてくれてすごく嬉しかったな。あ、ハートたまった。仲良しプレゼントゲット。ちょろいな、ちょろいな、このキャンプ場のやつらは。イカが欲しいの今度は。あ、カズマックスくん。はいはい、どうぞどうぞ。はい、もう持ってるもん全部あげるから。あ、これが欲しかったんだよ、ありがとう。何も言われてねえんだけど。なんか吹き出しみたいな感じで出てたからさ。キーの音、カチカチの音。僕のこと助けてくれてすごく嬉しかったな。ちょろいな。お前欲しがりすぎだよ、欲しがりすぎだよ。ちょっとまたにしますわ。とりあえずじゃあいろんなところに行ってみよう。あ、ブーケ、ブーケ、ブーケのところに行きたいのよ。あー、来た。伊藤でリラックス。島でバカンスを楽しんじゃおう。欲しいもの、虫か。ブーケ、虫欲しいのか。いなくなるまで2時間7分。やべやべ。時間制限あるのね。虫を取ろう。虫取りはタイミングが大事。今だ。あ、またこれもタップなんだ。まあ、やっぱ操作性がちょっと変わったよね。ボタンとあれちょっと違うよな。ポケモンの時も思ったけど、やっぱりね、やっぱ僕らはね、あれに慣れてるからね。スマホゲームじゃなくてもうカチカチのね、 DS とかゲームボーイアドバンスとかさ、 SP とかいろいろああいう感じに慣れてるから、なんかちょっとやっぱ少し違和感ありますよね。相変わらずの MVP、 虫がいる。タップして捕まえてみよう。これは多分ブーケが持つ欲しがっていた虫のはず。虫をタップすると網を構えて、ゆっくり近づいていきます。虫の周りがちょうど良くなるとびっくりマークが出るよ。マークが出ている間にもう一度画面をタップして捕まえよう。あ、じゃあ距離感とかその測らなくていいんだ。あのおいでよの時はシビアだったからね、かなりね。ほっ、来た。コガネムシ、コガネムシか。グライアス花むぐりとかいたけどね、あれはね。いろんな種類の蜜を使って虫をまとめて取ることができます。あ、虫取れるんだ、いいねいいねいいね。取ろう取ろう取ろうよ。蜜ここで使うんだ。昔ね、よく父親と一緒に山に入ってね、虫取ったね。カブトムシとかキクワガタとか、たまーになんかこのキムグジャラのなんかカブトムシのメスみたいなのがいて気持ち悪かったけど。あとカナブンとかね、まあ、カミキリとかもいたよね。いや結構入れたな今。蜜めっちゃ入れてんだけど。おお、一網打尽。潰れてませんか。あ、カブトムシゲットした、やった。アゲハと、あとなんだこれ、オレンジの何かしら取った。へえ、簡単やね。なんかサクサク取れるね。やった、カブト取った。虫相撲とかできないかな。
無理か。そりゃ僕なすか。あ、ヤシの実ゲット。ヤシの実結構いい値段で売れるんだよね。ヤシの実ゲット。そして、え、誰これ。こんにちは。せせさんって読むのかな。あ、多分これ本当にあれだね。本当にいる人たちかな。おそらくランダムで出てくるのかな。せせさんのバザーを見る。何もない。またね。でもせせさんかわいいね。ピンクの髪とかいいじゃん。俺もおしゃれにしたいな。あー、ブーケー、ブーケーかわいいね。やっぱりこんにちは。あんたもこの辺りを旅してるの。そうなんですよ。実は大もなんだ。お互いいい旅にしようね。チェキ、あ、チェキ、チェキ、懐かしい。そう、こんなね、口調でしたね。あれ、もしかして当たりに何か用だったかな。世間話でもしましょう。セセさんが見てる。向こうでセセさんが見てる。この島っていつでも夏だからバカンスにはもってこいって感じ。ガーデンベッドに寝転がってゆったりヤシの実ジュースを飲む。はぁ、バカンスって超最高。ヤシの実が欲しいのかな、もしかして。虫の次はヤシの実か。とりあえず、あ、キャンパーレベルアップ。上がるとどうなるんだ。あ、新しいアイテムがね、増えるわけね。サップとか作れんだ。動物の仲良し度を上げるとキャンパーレベルが上がります。キャンパーレベルが上がっていくとクラフトできる家具が増えたり、ボーナスアイテムからもらえるよ。その他にもいいことがあると。じゃあ虫を、とりあえず虫をブーケちゃんにあげましょう。かわいい。これどうぞ。あげる。虫なんて喜んでくれんのかね。あたいのファンがこんなところに。ありがとうね。かわいい、かわいいな。あざといけどかわいいな。そうです、僕ファンです。お願いって、せせさんが見てる。お礼の品。あたいのこと手伝ってくれて あんた優しいじゃん。でしょ。あ、ハート増えた。ファンシーのもと、わーいいね。さすが女の子。あ、カズマックスくん、あたいに会いに来てくれたの。チェキ、あ、なんか照れてる。よかったらこれ、ちょっと、貢ぎます。貢がせていただきます。わー、ありがとね。おいしそうなフルーツだね。よし、早速食べちゃおう。あ、一緒に食べますか。カズマックスくんも一緒に食べようよ。お、いいね、いいね。仲いいじゃん。まあでも動物の森は恋愛要素とかないからね、結婚とかできませんけど。まあこれがね、まあまた面白いんですよね。これほんと平和な感じの一期一会って感じだね。カズマックスが手伝ってくれたからマジで助かっちゃった。あ、ハート増えた。カレーが欲しいのか。あ、じゃあ海に行かなきゃダメか。とりあえずじゃあちょっと待って、あたりに何か用かな。チェキ、キャンプ場においでよ。招待しちゃいます。はい、ぜひ。でも大好きな家具ないと落ち着けないから、それは置いといてほしいな。好きな家具、ほう、ブーケちゃんの要望があるわけね。こんなキャンプがあったら超行ってみたい。なんだこりゃ。ブーケをキャンプ場に呼ぶにはこの動物と会って仲良し度を2以上にする。ラブリーソファーを持っている。あたい好みのキャンプ場に来たら連絡ちょうだい。わかった、作りましょう。ラブリーソファー、ラブリー、あった、作れる。注文お願いします。あーと、ハートが足りない。あと半分。注文しました。海藤さん、商品の注文です。お願いします。すげえ、電話持ってるこいつ。45秒で作れんの、どんだけだよ。有能だな、海藤くん。とりあえず、じゃあカレーを釣って、ブーケちゃんと仲良くなろう。で、ブーケを呼ぼう。よし。じゃあまあとりあえずここまでかな。うん。じゃあここまでにします。はい。何分撮ってるこれ。結構撮ってるな。サブちゃんでよかったのかな。まあはい、こんな感じで、じゃあ今日は、動物の森ポケットキャンプで遊んでみました。うん。面白かったですね。
まあ最初結構、チュートリアルぐらい、チュートリアルがね、長かったけど、まあ、楽しめました。懐かしいしね、うん、昔思い出して。うん。懐かしいね、ほんとね。昔はよくね、友達とバグ技とかね、裏技とか使ってね、いろいろお金増やしたりで、ね、やってました。うん。じゃあ、組終わったみたい。あ、夜になってるんだ。夜とかあんだ。ほんほんほん、面白いね。リアルタイムにやっぱ連動してんのかな、昔と一緒で。おー。じゃあちょっとこれからね、動物の森楽しんでいきたいと思います。ぜひね、友達登録、ぜひ皆さんよろしくお願いします。僕のキャンプ場に来てください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日のカズマックスの、サブチャンネルかな、でございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。とりあえず、動物の森の実況はこの辺で終わります。よいしょ。